はいです。今日は、深刻化する福島の甲状腺がん、福島の子どもたちの甲状腺がんという、タイトルで勉強会を行いたいと思います。講師にはですね、なんと、押尾真子さんが来てくれました。ありがとうございます。はい、こういう距離で真子さんのお話を聞けるのはなかなかないことではないかと思いますので、今日はこの問題にですね、本当に当初から、ずっと、福島県の県民健康調査委員会を、取材されて、すごく鋭い質問を毎回毎回、されており、この問題では最も詳しいジャーナリストの一人なんだと思います。真子さん、よろしくお願いします。はい、それではですね、南相馬市内20ミリ石灰支援の会の、坂本さんからご挨拶をお願いします。今日は本当におしろい元なんですけど、お忙しい中コツをつけてくださってありがとうございます。皆さんも本当に、ね、毎日忙しい方ばっかりなのに、そんなにお質問いただきまして本当にありがとうございます。まあ、私は一難者ではありますけれども、まあ、皆さんと同じ立場だと思っています。でこの南相馬住民撤回訴訟、それを、まあ、教皇にいらっしゃってない方たちにも多くの事実を広めて、で共に、この誤った政策自体を、ね、撤回させたいというふうに思っています。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと私の方から簡単に引導させていただきたいと思います。皆さんこの中にですね、福島県の県民健康調査毎回見てるぞっていう方もいらっしゃいますか。そうですね、はい。気にはなってるけどなかなかそこまで見れないなっていう方はどのぐらいですかね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと私の方からですね、ここを簡単に、概要を説明してさらに真子さんに深めてもらいたいと思います。ですね、なんか この絵をばっかり毎回出して見飽きたと思っている方いらっしゃると思うんですが、当初の放射線量子の、拡散のシミュレーションのですね、これはどなたでもアンスケア国連科学委員会の、ページからダウンロードできますので、この図プレゼントの機会がある方はぜひぜひ使ってください。ご覧のように大半が海に流れているんですが、今東北の方にそして関東の方にかかっており、全然研究なんか関係なく、初期の放射性要素がぐるぐる流れていることがわかると思います。でこれ皆さんのお手元にもこういう表裏の甲状腺がんに関する個人的なものをお配りしていますが、そこにも、書いてあります。これ第20回の福島県県民健康調査委員会でのデータを今日の形にまとめたものです。一巡目検査が2011年から13年、二巡目検査が14年から15年ということで、甲状腺がんまたは疑いが、一巡目が113、手術後確定が98です。でこの中に低分化がんが、3人含まれています。でそして2巡目検査、2014年から始まった2巡目検査は、甲状腺がんまた疑いが25人、このうち23人が前回は、基本的には問題ないとされた A 判定でした。で手術後確定した甲状腺がんが確定したというのが6人です。でこれを合計しますと、甲状腺がんまた疑いは138人、手術後確定は104人ということになります。それでですね、ここら辺はおそらく真子さんから後ほどさらに詳しくお話があると思うんですが、5月18日の県民健康調査委員会で、この県民健康調査委員会の甲状腺検査評価部会という甲状腺がんの結果をどう見るかという、評価する部会が、我が国の地
地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから、推計される有病数に比べて数十倍のオーダーで多いっていうことを言っているんです。非常にこうちょっと分かりづらい言葉かもしれないんですが、何を言いたいのかというと、その我が国の地域がん登録国立がんセンターなんかのデータなんですが、そこの統計から推定される現に、積極的な調査をしても現に病気があるという有病数に比べても数十倍のオーダーで多いっていう、なんかちょっと分かりづらいかもしれませんが、そういうことなんですね。というふうにこの甲状腺評価部会も認めました。で、ここら辺に関してはですね、お手元にお配りしている、ちょっとデイズジャパンの方がいたら申し訳ないんですが、デイズジャパンのマホさんが書かれた記事を、コピーをお配りしています。ここに非常に詳しくまとめられております。で、さらにですね、これはですね、鈴木真一さんという福島県立医大の、ずっとこの、甲状腺がんについて、責任を持って甲状腺検査を行っていた人の人ですね。その方の出してきたペーパーなんですね。非常にこうリンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移が多いということが分かってきました。分かりました。はい、というような、非常に深刻な状況なんだと思います。で、そうした中ですね、この表に戻りますが、受診率が下がっているんですね。まだこの二重目検査全部終わっていないそうなので、この受診率は上がるというふうに福島県側は言っているんですが、それでも一重目検査で受診率が 81.7% だったのが現段階で二重目検査で受診率が 44.7% です。で、これは本当に深刻な事態じゃないかと私は思っているんですが、なかなかその放射線の安全に関する PR がなされており、かつ甲状腺がんが見つかったのは過剰診断のせいだというような、論説もあり、そういうことによって、福島の皆さんが、なかなか検査を受ける気にならない、むしろ検査を受けると悪いことがあるかもしれないみたいな、そんなような、状況になっているのかなという非常に深刻な事態です、はい、ということを受けまし、私の意図は以上になりました。じゃあ、マホさんの方から、現在の甲状腺がんについてお話を伺いたいと思います。じゃあ、お願いします。マホです。ケンです。お一人です。よろしくお願いします。もうね、はい、今日はね、僕はあまりおしゃべりできることはありませんから、はい、マイク1本ですからね。はい、僕はこれでちょっとサポートをさせていただきます。あ、大丈夫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 、原発事故や甲状腺の問題にすごく興味をお持ちの方々だということで、本当にすごく今日は何て言うんでしょうね、マニアックなものすごく専門的なお話をしようかと思います。はい、で、先ほどざっとご説明をしていただいたんですけれども、すいません、いきなりこれですかすいません、ケンちゃんのパソコンの中継が昔の私なんですけど、切り替える時に出てますけど気にしないでください。2011年から福島県の、県民健康調査検討委員会をずっと取材してるんですけれども、甲状腺問題、健康調査について。で、2011年のオープンになってから、第4回からオープンになったんですけど、そこから取材してますと、やはり今年の、第19回夏の検討委員会から少し、雰囲気が変わってきた、風向きが変わってきたように思います。で、その検討委員会の中で2011年3月11日、原発事故発災当時に、福島県内にいる18歳以下の県民すべて、対象38万人に、甲状腺の超音波エコーをする甲状腺検査、小児甲状腺検査が、50人を超えた段階で、甲状腺に関するものは検討委員会だけでなく、専門の、人間が集まって部会を作ろうということで、甲状腺評価部会というのが立ち上がりました。で、その甲状腺評価
学会が今年第6回で一旦中間取りまとめを出したんですね。でそれが出てきた時からなんかもう風向きというか雰囲気が変わってきたんです。それはまあ100人を超えてきた時点で、しかし去年までは、厚労省や環境省、原子力規制庁の住民の健康問題の検討会では100人を超えた甲状腺がんが出てきてもスクリーニング効果だと、あの高精度の機械でたくさんの人数を検査をしてしまったから見つけてしまったんだということが去年までずっと言われてました。それは環境省の中間取りまとめでもあのスクリーニング効果だと、原発事故の影響によるものではないというような中心報告が書かれています。しかし、第6回の甲状腺評価会が3月ですね、3月にあってそこの中間取りまとめ案の段階では一旦中間取りまとめ案を出してきた段階ではまあほぼほぼそういうこう、まあ、検査を継続するようにというようなことだったんですが、まあ、今までのあちこち出ている取りまとめと何も、趣旨は変わらないことが書かれてたんですね。でもこの中間取りまとめ案が今年の8月の検討委員会に正式なものとして出されてきたときに一文が加わってたんです。それがさっきご紹介していただいた我が国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に至る、もうここが本当重要なんですけれど、すごくここが興味になっていて、数十倍のオーダーで多いと、この一文が案にはなかったものが入ってたんですね。でこれが出てきてから、まあ、第19回ではこれはその本当なのかということが甲状腺評価部会以外の委員からたくさん質問が出ました。他の専門家は、まあ、高精度の機械でたくさん検査したから出てきたものだと、全然多くはないと、潜在的にもともといる割合なので特に多くはないという専門家もいるがどうなのかというようなことが、清水修二なんかいっぱい質問が出たんですけど、甲状腺評価部会部会長清水和夫先生、そして国立がんセンターセンター長の津波翔一郎先生、あ、まあ多いですと、まあ、確かに多いです、あ、多い多いみたいな、多いって何回言うんだっていうくらい言ってたんですよね。これ津波先生ですね。でその、まあ、この中間取りまとめが今年出てきましたので、あの、まあ、評価部会の取材している身としましては急に自分が入ってきたので驚いて、いつこれが盛り込まれたのか、どういう考えで盛り込まれたのか、すぐに清水先生や津波先生のところに取材に行きました。で、まあ、その後病院に伺って取材の時間を取っていただいたんですけど、ちなみにその数十倍のオーダーで多いという中身は昨年の11月の第4回の甲状腺評価部会の時に国立がんセンターセンター長の津波先生が計算して出してきたものなんですね。当時の第4回では国立がんセンターの持つがん登録のデータを使って、いろいろな研究者が子どもの甲状腺がんが100倍に増えたとか1000倍に増えたとか、あのとてつもない数字を出していると。で、まあ、国立がんセンターのがん登録の数字を使って計算している以上、うちが責任を持って一度きちっと計算しないといけないと思って計算してきましたという、お話で資料を出されました。で2001年から2010年のがん罹患率、これは全国推計値なんですけど、それに基づいて福島県において18歳までに臨床診断される甲状腺がんは 2.12 だと、これこの資料の、一番後半の方のまとめの考え方に出てくるんですけれども、簡単に言うと2010年時点で原発事故前福島県において18歳までに臨床診断されている甲状腺がんはおそらく 2.1 人ほどの、人数だろうということを計算されたんですね。で、去年の11月、この資料を出した当時、まあ、今もまあそんなに上がってないんですけど、その検査対象者が38万人のうち 80% 程度が甲状腺検査が終わったということで、この 2.1 人の数字をそのまま比べるのではなく 2.1 人の 80% ということで 0.8 倍として 1.7 人、これが比較する数字だということで、去年の11月この資料の当時では先行調査1巡目の調査では104人が甲状腺がん悪性内斜悪性疑いという診断でしたので、104人と 1.7 人を比較して61倍だという資料が去年の11月に出ました。それで、まあ、あのご存知の通りこの104人っていう数字は今どん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 上がっておりますし、そしてまあその一応ここの 2.1 人という数字自体
学力推計値ですので、ここの数字の、正確性もまあ、そこに、絶対値ではないということで数十倍ということに、丸めたということでした。で、まあ、それがこうここが、まあ、もっとたくさんの人数を超えることもないだろうし、100人を超えた段階で、まあ、数十倍だろうということを津上先生は話しておられました。で、その、まあ、スクリーニング効果についても、がんセンターのセンター長の津上翔一郎先生と、あと岡山大学の津田先生、この間海外と特派員協会で甲状腺がんに関する論文の会見をされてましたけれども、疫学者のお二人にスクリーニング効果についていろいろ教わったんですね。で、確かに高性能の機械でたくさんの被験者を検査すると潜在的な、疾患を見つけてしまいます。スクリーニング効果自体は確実にあります。で、ここからが肝心なんですけど、スクリーニング効果というのはもともと疫学の中では たくさん論文も出ていて教科書にも載ってるレベルでのよくある話で、でもスクリーニング効果で見つかるのはだいたい2倍から6倍、多くても10倍いかないぐらいになるそうですね。つまり 2.1 人が 4.2 人とか、まあ、10人ぐらいになることはあっても100人を超えることはスクリーニング効果だけでは説明できないというのが津上先生、津田先生、疫学者としての、共通のご意見でした。スクリーニング効果だけでは100人は確実に超えない。で、その、まあ、問題は、まあ、津田先生もおっしゃっておられましたけれども、スクリーニング効果だと主張される、まあ、この間の学会でも山下俊一先生だとか鈴木、県立医科大学の鈴木俊一先生とか、環境省でずっとスクリーニング効果に増えるとおっしゃっていらしたのは今福島県立医科大におられる三輪大津先生ですけど、その先生ご自身方がスクリーニング効果の論文を一本も読んでないんですね。だからスクリーニング効果で何倍程度増えるかということを理解されておらずにスクリーニング効果に増えるとおっしゃっていることは問題だと、これは岡山大学の津田先生がおっしゃってました。津田先生がね、なんだっけ、去年の環境省のあり方会議でものすごくこう、口喧嘩みたいになってるとおっしゃってましたよね。そうです、そうです、から全部口喧嘩をね、はい、動画撮ってましたからね、もう津田先生が三輪先生スクリーニング効果の録音何の用だでした、一本も読んでませんよみたいなのをせめて一本くらい読んでから話をしてくださいよめっちゃ怒ってましたね、はい、それがすごい問題だと思います、はい、で、それでまあここの今年の8月のこのまとめが出た段階では数十倍オーダーをください。で、まあ、これが数十倍のオーダーで多いっていう根拠で、まあ、それがこれが今年の5月に出てきたんですけれども、いいよ、はい。で、まあ、これはスクリーニング効果だけで説明はできないと、過剰診断の可能性があるというふうにはなっているんですけれども、その過剰診断とスクリーニング効果すごくこう混同されやすいんですけど、スクリーニング効果というのはそのさっき説明したみたいにそのたくさんの人数を高性能の機械でバッと見てしまう、なので数年後に診断されるはずの疾患を先に見つけてしまうという考え方なんですね。つまり早期発見なんですよ。数年後に見つける、はずのものを早期発見 2,3 年前に見つけてしまう。でも過剰診断は早期発見でもなくて本来診断をしなくてよかったもの、病名をつけなくてよかったものを診断してしまうのが過剰診断なんです。例えばこうなんかほくろができてそれはひょっとしたら皮膚がんになるかもしれない、でも死ぬまで皮膚がんじゃなくてただのほくろの ままかもしれない、なのでこれはほくろの段階では皮膚がんの全段階ですという病名をつけてしまうのが過剰診断だっていうのが過剰診断なんです。早期発見ではない。で、まあ、過剰診断ということが言われてるんですけれども、これは県立医科大の鈴木伸一先生が直接甲状腺検査をしている専門医の先生方が過剰診断ではないと、悪性ないし悪性疑いと診断した子どもたちは肺転移をしていたりリンパ転移をしていたりサイズが大きかったり気管や反回神経に近かったり大人であっても手術するのに、適応する手術適応症例だと、手術が妥当な症例だということで過剰診断ではないということは甲状腺の直接見られている現場のお医者様方がおっしゃってます。で、まあこれが今年の5月に出まして、でこの間これが第19回だったんですね。
で第20回の検討委員会が8月にありました。でそのこの取りまとめを受けて、じゃあ検討委員会がどう動くかっていうことだったんですけれども、まあこのあさっきの清水先生の写真を出してください。でその清水先生はその個人的に割と以前から取材してまして、というのは清水先生は、日本医科大の甲状腺の外科の専門医の先生なんですけど、ボランティアで1999年からチェルノブイリ原発事故をなんと現地に通って甲状腺の手術、子どもたちの手術をボランティアで毎年されている方なんですね。なのでその、まあ、原発事故があって甲状腺が問題になってきて、清水先生のお話を伺いに行った方がいいんじゃないかと思って日大に行ったりしたことがあったんです。なのでその環境省とか福島県の委員になる前に清水先生の話を聞きに行ってたんですね。で清水先生は去年まで福島の原発事故で絶対に健康被害が出ないと、健康に影響が与えるような戦略じゃないからということを去年までおっしゃってたんです。で去年まで本当にずっと話をしていて、漫画のスピリッツのおいしん坊の形の問題だとか、あれはもう本当にひどいみたいなことをずっとおっしゃっていて、絶対に健康被害は出ないとおっしゃっておられた清水先生が、少し今年本当にこうなんとなく雰囲気と考え方が変わられて、でその病院にお話を伺いに行った時はこういう言い方をされてました。出てきたデータを素直に受け止めて今できることを全力でしなければいけないということをおっしゃってました。で、まあ、私その以前から話を伺ってたんで、清水先生でも昨年までは全く健康に問題はないとおっしゃってましたよねっていうのもこの時聞いたんですよ。そうするとまあそのチェルノブイリに通った経験から子どもたちが甲状腺がんが増えたような状況というのは、住民の方々が200ミリとか300ミリシーベルトを被曝するような状況だからこそ健康影響が出たけど、福島の原発事故の後それほど光線量を被曝する住民の方々はおられなかったから、だから健康に影響はないと考えていたと。でもまあ今年本当にこう甲状腺評価部会とかいろいろこう風向きが変わってきたことによって考え方が変わってきた、その新しく出てきたデータというのが、まあ検査をして100人を超える子どもの甲状腺がんがどんどん見つかっていることと、あとその1巡目の検査、先行調査ですけれどもが終わった後、2巡目の検査、2、3年後にもう一度検査をする本格調査の時に、1回目に A1 判定とか A2 判定とか言うんですけど、甲状腺を見て何にも嚢胞も形成もなかったこともで、それが A1 判定なんですね。でその A1 判定だった子どもが2、3年後の検査にもう10人悪性ないし悪性疑いという診断がついてるんですね。なのでけあの甲状腺に何にもこう見えなかった嚢胞も結節も本当にない子どもが 2,3 年後に摘出しないといけないサイズの腫瘍になっているというのはありえるんですかってこの時に聞いたんですけど、そうすると清水先生はそれを聞いたことがないと、何十年も甲状腺の専門医をしているけれども 2,3 年で摘出するサイズのがん、甲状腺がんができるっていうのは自分は知らない、あり得るのかもしれないけど少なくとも自分は知らないということをおっしゃってました。まあ、甲状腺がんはとても進行が遅いので、まあ、その見つけて手術しても、まあ、転移が早いとかそういうわけではないから大丈夫だという説明が繰り返されてたんですけど、今回本当にこう2巡目の検査で A1 判定、A2 判定、以前では問題なしとされていたグループからどんどん摘出するサイズのものが見つかっているということが、清水先生はかなり驚いたということをおっしゃってました。で、それで、まあ、この今年の6月のお話を伺ったときにかなり驚いたんですけれども、なので清水先生はその自分が福島の原発事故で多分住民の方々が大丈夫だと思っていたその根拠は被曝線量がみんな低かったからだと思っていたけれども、自分は線量の専門家ではないのでその報告すらきちんと評価しないといけないのかもしれないと、その住民の方々があまり被曝してないというその報告書を取りまとめこそ
きちんともう一度精査した方がいいのかもしれないということをおっしゃってました。であとそのこうチェルノブイリの時は 4,5 年後から子供の甲状腺がんが増えたので、まあ、因果関係が原発事故と子供の甲状腺がんがあると言われていて、で原発事故があって 4,5 年後から増える子供の甲状腺がんが原発事故の影響だということに今まで、まあ、今もですけどなっているので、今見つかる 4,5 年以内に見つかる子供の甲状腺がんは原発事故と関係ないという論拠の一つになってるんですけど、もうそれ自体清水先生は疑ってらして、そのチェルノブイリで原発事故があった時に世界中の誰一人子どもの甲状腺がんが増えるということは知らなかったはずだと、自分は当時の専門医だったけど原発事故があって甲状腺がんが増えるなんて、あの子どもの甲状腺がんが増えるなんて、あの因果関係がその後認められるなんて思いもよらなかったと。なのでチェルノブイリで原発事故があって当時どのように甲状腺検査をしていたかをもう一度疫学者がきちんと評価するべきだと、原発事故があって 4,5 年後から子どもの甲状腺がんが増えるというそのコンセンサス自体、あのきちんともう一度評価しないといけない、疫学者が評価するべきではないかということをおっしゃってましたね。かなり本当にあのこの6月のインタビューではすごく突っ込んだことをおっしゃってらして驚きました。なので甲状腺評価部会の部会長として出した中間取りまとめに、まあ、他の委員と話し合ってさまざまなものが盛り込まれたんですけれども、その取りまとめにもう一度占領評価をきちんとし直すべきじゃないかということも入っていましたので、その後の第20回の検討委員会で出てきたものは住民の方々の占領評価のプロジェクトだったんですけれども、まあ、それを県がこう発案して今後、まあ、こういうオーダーが出てきたので占領評価をやっていきますみたいなことがあったんですけど、第20回の検討委員会の議論ではそれをまた誰がどういう考え方でどの研究者が占領評価をしていくのかと、また福島県が福島県立医科大に委託事業としてやっていくだけだったらその他の日本の研究者であったり世界の研究者であったりそういう世界の知見が入らないので県立医科大主体でやること自体少し枠組みを変えた方がいいんじゃないかというのが第20回の議論の中で上がりました。で、まあそれでどうやって占領評価をしていくかというのが、まあ、かなりいろいろな意見が出て全然まとまらなかったんですね。あのこのままやっちゃダメだとかもっと枠組みから話し合って決めるべきだとかいろいろな議論があって最終的に第20回面白かったね、うん、まあ、あの第20回の検討委員会で星座長が、星先生という方が座長なんですけれども、はい、20回やってきて今日は初めて議論らしい議論ができましたね。いやいや初めてじゃダメだろうってね、まあ、失言でしたとかおっしゃってましたけどねちょっとあの衝撃でした。そういうのでもできやったかなと思っちゃいましたね。そうそうそう、ずっとそんな議論じゃなかったのできるかなと思っちゃいましたね。でそれが今の、検討委員会福島県の表に出てきている状況の話ですね。でそれでその、まあ、これが5月に中間取りまとめができて8月に検討委員会次回のものができていて、でそうですね、まあ、占領評価についてもいろいろ言いたいところですけどそれは止まっちゃってちょっとこっちにしてもいいですか。はい、はい、で6月にオープンになったのが厚労省の家庭医事業の報告書なんですね。これでねこう見た目は食品安全行政における政策立案と政策評価手法等に関する研究つって全然原発事故とかの雰囲気では全然ないんですけど、実際ないんですよね、中身もね。で目次にも一切書いてないんですよ、甲状腺がんの話が入っているようなことは。 でもその端末の方に入ってまして、福島県甲状腺がんの発生に関する疫学的検討というのが報告書が盛り込まれています。でこれは、渋谷健二先生、東京大学の先生ですね。でまあ、すごく簡単に言いますと、その先ほど説明した甲状腺評価部会検討委員会の中で子どもの甲状腺の、超音波検査について評価する評価部会の中で岡山大学の津田先生、疫学者として津田先生は県の検査や人数に関して別の考え方を持ってらっしゃるから評価部会に呼んでお話を聞いてはどうだということを春日先生が提案されたんですけれども、実際それは実らなかったですね。評価部会の方に津田先生を呼んで話を聞くということは成立しなかったので、その代わりといったような疫学検討会が、
行われました。渋谷先生と春日先生、そしてその妻の翔一郎先生、先ほど数十倍の方は同意という資料を出された方ですね、国立がんセンターのセンター長です。この3人が甲状腺評価部会の委員なんですね。で、宮川先生が名前を連ねてますけどいらっしゃらなかったそうです。そこに岡山大学の津田先生、その先日海外特派員協会で改定された津田先生で、まあ、このこちらの特派員さんはあのこうオブザーバー的な職員みたいなことをされていたということでした。まあ、この検討会はこの3人の評価部会の委員の先生、疫学をやっている方々と考え方の違う岡山大学の津田先生、同じ疫学の先生が福島の子どもの甲状腺がんについて意見を話し合うと、議論するという目的の会だったんですね。で、まあ、これで、ちょっと大きすぎるけど、あ、いいよ、なんか言われるなと思って、いいよ、これ、私、すごく驚いたんですけど、結局はその、この後に岡山大学の津田先生にも取材に行きまして、結局、その、津田先生、渋谷先生、甲状腺評価部会の委員の側の疫学者の方々と、岡山大学の津田先生の意見は反するものではなかったと。やはりスクリーニング効果だけでは説明がつかない、やっぱり多いんじゃないかという共通の見解だったそうなんですね。で、私この報告書を見て驚いたんですけど、ここでたびたび文章に上がってくるのは福島県だけじゃなくて福島県と周辺の県についてがん登録を推進し、がん登録と県民手帳かっこ被爆者手帳を組み合わせフォローアップする必要があることなどなど、周辺県についての調査もこの報告書の中でたびたび文章として上がっているというのが驚きました。で、まあ、津田先生にその、まあここの報告書の中にも出てくるんですけど、周辺の県、特に茨城県というふうに、県名が上がっています。で、津田先生に茨城県が、フォローアップやっぱり必要なんでしょうかというふうに質問しますと、その津田先生の、見解では福島県の中で地域別に、子どもの甲状腺がんの発生オッズ比というものを計算しますと、原発の南方向の方が発生オッズ比が高めなんだそうです。なので南と接している県の茨城県がやはりちょっと、茨城県、栃木県などをもう少しフォローアップする必要があるんじゃないのかということをおっしゃってました。で、その津田先生がこう、まあ、私も疫学の勉強ってあまり詳しくないんですけれども、その発生オッズ比というのを計算しないとダメなんだと、福島県では単純にパーセンテージだけを出して見ていて、でパーセンテージを出してもダメなんだということをおっしゃってましたね。はい、はい、で今日は、ね、で、まあ、これが、一応この報告書が出たんですけれども、まあ本当に一応もう一度表紙出してもらえますか。これ私結構その周辺の県について初めて言及した、周辺の県の健康調査もフォローアップするべきだということで、厚労省の保健費事業、割とこう公のものとして出てきた取りまとめとして初めてじゃないかと思うんですけど、何て言うんでしょうね、タイトルが食品安全行政における政策立案と政策評価手法等に関する研究なので、普通にこう Google 検索みたいにしても絶対出てこないんですよ、この文言を入れないと。あ、でも Google スカラーで出すと論文になるのかも分からないですけど、なのでちょっとこれも私は今年はすごく注目をしました。で、そのこう茨城県についてなんですけど、その清水先生、そうですね、これちょっと覚えておいてください。その、清水和夫先生、甲状腺評価部会の部会長、病院の時に、その時にいろいろ清水先生とこう積もる話をしてですねその福島県以外で子どもの甲状腺が取材をしていて私も聞きますので、清水先生にそういう話ありませんかと、私結構聞きますみたいな話をしてたんですね。で、やはり清水先生も関東で、甲状腺の専門医として長年やってらっしゃいますので、やはりその同じ業界の先生から聞くと。で、デリスにも書いてるんですけれども、こう同業の医者と話していて、やはり茨城県の県北はとても気になるということを清水先生はおっしゃってました。で、
そうですね、この後各自治体の調査についての話もしようと思うんですけど、茨城県の県北、この間北茨城市が8月末に、北茨城市の子どもの甲状腺がんを調査して3500人程度調査をして3人悪性卵子悪性胎が出たということを8月末に発表があったんですけれども、それ以外にも本当に公の調査でなく茨城県の県北は本当に割とちらほらと去年から子どもの甲状腺がんを聞きますので、県北のフォローアップは必要じゃないかということをおっしゃってました。で、そうですね、あと千葉県の汚染されているあたりであったり、そのあたりの話をやはり聞くということをおっしゃってましたね。なので清水先生自体、福島県だけでなく周辺の県のフォローアップが必要じゃないかということをこう現場の医師の立場からおっしゃってました。で、それで、福島県で38万人調査をして138人甲状腺の悪性内視悪性疑いの子どもたちから出て、もし本当に潜在的にこの割合で摘出しないといけないサイズの甲状腺がんが子どもたちにあるのなら、それは本当に東京であったり他の地域であったり潜在的にいるとしたら、トータルかなり日本でたくさんの人数になってきますので、これはちょっと大変なことなんじゃないですかと、他の地域ではどうなんでしょうかっていうこともこの時に聞いたんですけど、それは清水先生も同感だと。なので清水先生は一度その福島県と同じようなかなり大規模な検査を他の地域でも非汚染地域でもやって、それで本当に潜在的な割合かどうか見るべきじゃないかということを何とか提案されておられました。でもまあそれはその負担になるからダメだというふうに言われて、であと環境省の方で、500人ずつ程度、3カ所で長崎と山梨とあとどうなって広崎かななんか3カ所でやってるんですけど、それはやはり悪性ないし悪性疑いが何人かまで検査している検査ではないことと、あとその子どもの甲状腺がんを見ている時間が福島県の検査と他の地域とそのかなり時間の長さが違うんですね。福島県のエコー検査は割とこう時間が、たくさん人数がいますので短いので、こうなかなか丹念に見るタイプではないんですけれども、やはり人数が少ない検査だと1人15分とか20分かけるんですけど、福島県の甲状腺検査は、5分程度だったりするので、そのエコーで見る時間も結構かかってくるんじゃないかということをおっしゃってますね。はい。で、それでですね、疫学の先生とあと、現場で実際に甲状腺を見られている先生がまあちょっと多いんじゃないかと、で、福島だけでなく周辺県も見ないといけないんじゃないかということを今年公的な報告書で出てきているということは、まあとても本当にずっと取材してて今年の流れとしてまあびっくりしたことだったんですね。で、その、でも清水先生がおっしゃる福島の原発事故があって住民の人たちはそんなに被爆してないからっていう根拠になってる事故後の住民の方々の線量評価というのは、内部被爆を測っているもの、甲状腺を測っているものはほとんどないんです。で、まあ本当に福島県インタテ村の方々とかがもう2011年の3月4月から村の子供を10人でもいいから測ってくれと、そういうことをもう本当にあちこちの厚労省、教育委員会、県、あちこちの研究所、法医研、要望書を出したんですけど、自分たちでバスを手配して飯舘村の子供を運んでいくから10人でも20人でもいいから内部被曝をホールボディカウンターで測ってくれ、甲状腺測ってくれっていうのはどこも聞いてくれませんでした。で、放射性要素、甲状腺に影響がある放射性要素は8日で半分になってしまう、半減期が過ぎてしまうので80日、8日をの10倍ですね、半減期が10回来ると1024分の1になるんですよ。なのでどれだけ放射性要素を吸い込んで被曝をしても数ヶ月、半年とか経って測ってしまうと一切もうその放射性要素がどれだけ体にダメージを与えたかっていうのは測ることができないというのを2011年の3月4月にも飯舘村の若い方々が気づいて、それで半年後とか1年後に測ってもしょうがないから、もう3ヶ月以内に村の子どもたちは測ってくる。
くれ、要素がなくなる前に測ってくれっていうことを要望しまくったんですけど、どこも本当測ってくれなかったんですよね。で、その後になって、はい、こう健康被害を評価する住民の内部被曝の事故直後のデータがないから推計しかできないと、旅行検討会でも話をしてるんですけど、こう私は個人的に本当にその彼らと一緒に頼むから子供の甲状腺測ってくれ、内部被曝測ってくれというのをお願いしに回って、ホールボディカウンターが当時日本に何台あるのか、稼働率がどこなのか、使ってないホールボディカウンターをどこの大学であるのか、ホールボディカウンターを外国から日本に入れているキャンベラ社の事務所がどこにあるのかというところまで調べて、キャンベラ社が、西浅草がどこかにあったんですよね。で、申し訳ないけれども貸してくれないかとか、とにかく村の子供を測ってくれないかとか、本当に手当たり次第お願いに行ってどこもダメだったことがあるので、それはやっぱり事故直後のデータがないので評価が推計しかできないって言われることにはすごく毎回言われるのに腹が立つんですね、本当に。で、公的なデータ、そして、まあ、学会シンポジウム、こういう公的なもので住民の事故直後の数少ない残っているデータというのを3つと言われています。1つ目は、1080人、当時の、被災者生活支援チーム内閣府がいわき市と飯舘と川俣町の子どもたちの甲状腺を測った1080人のデータがあります。2011年の3月24日から末までにその3カ所で1080人のデータが分かったんですね。それが一つで、もう一つは弘前大学の常波先生が、研究室で研究室の方々で、福島に入って事故直後の浪江町や南相馬の方々の甲状腺を測ったデータ、それが2つ目の内閣府のデータです。もう一つは長崎大学の松田先生が事故直後、長崎大学に長崎の方に避難されてこられた、方々をホールボディカウンターで取ったという、その3つが事故直後の内閣府の実測値として存在していて、いろいろこう議論の訴状に上がってくるものなんですね。ですね、これ2011年に誰がどこに調べてきてるのか本当になかったので、誰か測られた人いない、誰か測ってたみたいなので、データが出てくる前にほぼ全ての人に当たってたんですよね。で、まず内閣府の方が被災者生活支援チームが測った1080人のデータ、これさっき送った物理学者の送ったんだけど、あ、そう PDF のやつ、はい、あ、いいよ、あ、でもあ、それさっきでしょ、出してきたんだから、いや、ちょっと取り組みもありました、うん、いいですか、はい、いいよ。で、そのまず長崎大学の町田先生なんですけどね、本当は住民の方々を測ったデータっていうのは、それは私どの先生がいつどこに入って誰が測ったのかっていうのを本当手当たり次第当たったんで、まだオープンになってないデータってあるんですよ。でもそれは論文にもなってないし発表もされてない。で、でもまあ手がかりを探していろいろ情報開示を、請求してくださる方もおられて、そう、うん、いいよ。で、これはでも町田先生が、雑誌に投稿してる記事の中で出てくるんですけど、まあ、全然後、全然後、そこ製品ってとこ行き過ぎ行き過ぎ、そこそこ、事故直後、福島県立医大の保育園を訪問して園児たちや職員の甲状腺線量を測ったっていう文章があったんですね。それを見つけてくださった方がいて、これを情報開示請求しました。これがあるなら表に出てきていないデータだったんで、で、そうするとまあ一旦出てきたのがちょっと驚愕だったんですよね、はい、これね、そのね、甲状腺線量測定結果がね、データが保存されている可能性があるハードディスクが故障しているため不開示だったんですよ。え、でもね、なんかドリルで壊したのぐらいのこうね不開示の理由がなんかひどくないですか。他に保存しているところあるでしょ、一箇所っていうことないでしょっていうので思って、まあ、1回目は不開示でした。で、これはおかしくないかと、コピーが絶対どこかにあってハードディスクが故障しているから不開示だっていうのはそれはひどいじゃないかっていう記事を書いてたんですね。そしたら情報開示請求されていた方のところにその後データが届きました。
で、ハードディスクが治りましたっていう届いたんですけど、すごくね、分かりにくい、読みにくいデータだったんですね。結局これが何かどういう意味なのか分からない。で、まあ3月17日に、測ったとおっしゃってました。で、まあ、こちら3月22日に測って、3月17日に測ったものがこちらなんですね。で、まあ、一応その名前とか所属とかは全部捨てて、で、気になったのがこれね、多分ミスタイプなんですけど、バックグラウンドが高すぎるっていうミスタイプだと思ったんです。これミスタイプだからこそ黒塗りじゃなかったと思うんですね。1から1.5、低い場所がない。で、これで長崎大学の松田先生に、直接メールでいろいろ伺いました。この資料について教えてほしいと、これはどういう意味なのかということを教わりました。で、この1というのがバックグラウンドだそうです。当時バックグラウンドが室内なんですけど、室内で測定したとおっしゃってたんですけど、毎時1マイクロシーベルトだったと。で、それでこっちが子供たちやお母さんの喉に MAI シンジレーションを近づけて測定した数値なんですけど、ちょっと驚いたんですけどね、バックグラウンドが1で喉が 1.5 なんですよ。 1.15 とか、そんなにこう差があるということは、結構甲状腺の透過線量高くないかなと思って驚いたんです。なので松田先生に、これがバックグラウンドでこれが測定値だとするとかなり差がないですかと聞きますと、松田先生は、まあ測定の考え方として3倍程度は誤差なので、毎時1マイクロだと3マイクロぐらいまでは誤差の範囲内なので問題はないですって言われました。で、いや、それは確かに3倍って3週間ぐらい、まあ、誤差って言うけれどもと思って、それでまあ甲状腺に限らず、そのこう測定されている方々にね、これは本当にそんな3倍程度誤差だから問題ないって言っていいのかということもいろいろ聞いたんですけれども、すごくセンシティブなデータなので、名前を出して明言することは避けたいとおっしゃりながら、まあ、3倍ぐらいは誤差という測定機器の考え方はあるけれども、あの人体の計測に関しては全く別で、もっときちんとした考えがあるので、それをそのまま当てはめるということ、これはすごく重要なデータなので、少し乱暴すぎるのではないかという意見がやはり多かったですね。で、まあ、このようにその、まあ、だから松田先生はこのデータをお持ちなのに、なぜこれを議論の訴状に出してこないと、使えないデータにしても一応本当に手がかりが何もないという今の状況で、少なくとも測定のやり方やいろいろ問題があったにしろ、何かきちんと補正して使えるようにしてくださる研究者もいるんじゃないかっていう話をしたんですけど、これ3月17日ですね、3枚あるんですよ、3月25と3月25はバックグラウンドが 0.22 になっていて、そんなにそれほど高いことはおられないんですね。で、続いてで、これ3月29ですね、バックグラウンドが 0.3 で、それももうバックグラウンド程度なんですよ。だから一番バックグラウンドと差があったのは3月17日の計測で、まあ、バックグラウンド1ぐらいで甲状腺近づける 1.5 っていうのはとても差があるんじゃないかと思います。これは全然本当に出てきてないデータなんで、で、多分本当にまだ測っていて外に出てきてないデータっていうのはあるので、その全部データが出揃ってる、まあ、ただでさえ情報が少ないのに、持っている実際あるデータすら外に出てきてないっていうのは本当にひどいよね。甲状腺学会で、そうそう、まあ、ケンちゃんが言ってたけど、この間先週末に甲状腺学会が福島市であって取材してきたんですけど、そこで県立がいてないな長崎大学の山下俊一先生が、まあ、内部被曝のデータも外部被曝のデータも全て出揃ったので、もうきちんと議論にも訴状に上がっていますって言ってたで、出揃ってないデータがどれだけあって言ってやろうかと思ったぐらいでしたね、あの時ね。これはまあ少なくともこれは出てきてません。で、それで、まあ、その今一応外に出てきているデータが、その1080人の、被災者生活支援チームが直後に測ったデータと、
常滑大学の、じゃない、弘前大学の常滑先生が上がったということと、長崎大学の松田先生が、長崎に来られた方々を測ってみた。で、物理学者の特に、2011年3月24日から30のデータはまだ公でオープンになる前に、何すか、外れたなる前に、物理学会だったかな、でちらっと一瞬出てきたんですね。で、あ、これも送ってるんでしょ、あのね、測ってるデータのやつ、これだ、2011年3月24日から30、測定した順番がいわき市、飯舘村、川俣町の順番で測定したんですね。それで私そのこの1082に測定したものがちょっと驚いて、なぜかっていうと当時福島県の飯舘村がとても空間整備が高くって、そこに住民の方々が住んでいたので、飯舘村の子どもたちが一番被爆してるんじゃないかと、なぜ飯舘よりいわきの方を先にスクリーニングしたんだということを当時取材しました。そうすると出てきた回答は、あの甲状腺に一番影響を与える放射性要素は飯舘ではなく、いわき南の方向に高濃度のプルーブが一番に流れたので、甲状腺のダメージを測るのはいわきを一番にするというのが、あの順当だったと、いわきの方が甲状腺の透過線量は高いだろうという考え方でいわきを一番にしたと。で、結局その当時1080人子どもたちスクリーニングした中で一番線量高かった子どもはいわき市の4歳児の男の子で、甲状腺の透過線量で35ミリシーベルトでした。それがあのマックスの値で、で、これで飯舘村でこの検査を受けた方、そして、その検査を飯舘村の、公務員として手伝った方も取材したんですね。そうすると、空間線量がバックグラウンドが高すぎて測定する場所がないということが非常に問題になっていて、で、これ、今でも割と疑問に思ってるんですけどね、6月の段階で出た資料は全員2マイクロシーベルトパワーは毎時2マイクロを超える値が観測されなかったということになってるんですよ。で、その後に出てきた結果が返ってきたデータはこれが2じゃなく 0.2 になってるんですね。で、なぜ2と 0.2 と数字が違うかというと、当初間違えて毎時2マイクロシーベルトというのをスクリーニングレベル高いか低いかという境界線にしたけれども、それでは高すぎるのでその後 0.2 に下げたから、公に出ているデータは全て 0.2 マイクロシーベルトパーアワーがスクリーニングレベル境界の値としてなってるんですけど、その飯舘村の測定を手伝った方に聞くと、当時本当にこう室内でも2マイクロ以下になるところはなかったので、0.2 以下というのは本当に2マイクロ以下を探されるの大変だったので、 0.2 以下というのはありえたんだろうかということをおっしゃってましたね。なので、まあその結局ね、スクリーニングレベルが2なのか 0.2 なのかっていうのを当時めっちゃ取材したんですよね。で、それでそのこの発表をした先生、その、あ、違う、ここにね、この発表を学会でした先生、アボード出してに東京大学の先生だったんですけど、そうだ、大塚先生だに聞いてやろうと思って、結局2だったんですか、 0.2 だったんですかみたいな、その、記者会見でこの被災者生活支援チームの、測定の回答をしてきた原子力安全委員会が 0.2 ですっていうことをおっしゃるので、なのでこの、じゃ、この学会で発表されたさっきの2マイクロシーベルトパワーがスクリーニングレベルっていうのは違うんですかって聞くと、多分発表された先生がお間違いになったのではみたいなことを言ったので、それを言ってやろうと思ったんですよね。東京大学の先生に言いまして、なんかね、安全委員会があの発表の数字間違えてる、大塚先生が間違えてるって言ってますよみたいなことを、あの初め全然ね、東京大学とか取材とか受け付けてくれなかったんですけど、分かりました、じゃ あの伝言を大塚先生に伝えてください、原子力安全委員会があの発表の数字間違えてるって言ってましたよって言った2分後にすぐ電話がかかってきて、いないって言われたので
なんか誰が間違ってるんですかって、あれは確かに2なんですよ、やっぱりこう東大の先生が間違えてるって言うとやっぱりすぐに怒って電話かかって、面白いな。その後いろいろ聞きました。確かに2だっておっしゃってました。で、いやでも 0.2 っていうふうに安全委員会が言ってるんですけどみたいなことを言うと、いやいやもうあれは確かに実施した、まあ大塚先生が結局現場で測られたわけではなく、その他のチームがやったものを取りまとめて発表したっていう物理学者の取り組みとして発表して、実際に測った先生じゃなかったんですけど、あの何とも確認して、物理学者がね桁数間違えるってどういう意味か分かってますかって怒られて、そうですよね、うん、そうだと思いますよみたいなまあ見たっておっしゃってましたね。はい、でまあそれでこの、検査の問題はバックグラウンドがさっきの松田先生のもそうなんですけど高すぎるんですよね。でそのインテリ村の方々が検査をして、結局3月に検査をしたんですけど、ずっとあの検査結果の数字が返ってこなかったんですよ。なのでそれおかしいということで、あのまたあの彼らと一緒にあちこち応募して検査結果を返してくれとか、あちこちでなんで検査結果返さないですかって質問し続けると、2011年の8月に説明会を開いて甲状腺を測定した方々にその数字を説明して返すという説明会が開かれました。でそれも取材に行ってきたんですけど、そこで言われたことは、当時の事故直後の測定はバックグラウンドが高すぎたので、その正確な数字ではないと、その、できるだけ部屋の除染をして、そして子どもたちの服を脱がして、そして濡れタオルで拭って、できるだけこう付着しているものを取って3回線量計を元に近づけて3回測定して、その平均の値を測定結果としたと、それあのそういう考え方で測定したけれども、あのこの検査で、まあ、こういうものも本当におっしゃってたんですけど、この測定で0という値が出たからといって、たまたまこの考え方の測定で0という値になったのであって、被爆していないということではありませんという説明をされてました。なのでその多分兄弟で甲状腺の透過線量が高いか低いかという傾向は、そのグラフの人数分布は合ってるけれども、その人数分布の山が高い方に行くのか低い方に行くのかは濡れてるのわからないということをおっしゃってましたね。なのでこの測定結果をもって健康問題は何も説明できない、評価ができないということをおっしゃってましたね。で、それが1080人の検査、それで弘前大学の徳波先生が、浪江町と南相馬の方々を測定して、発表直後は最高値の方の甲状腺の線量が80ミリシーベルトというとても高いものだったんですよ。でそれがとてもこうそういう測定結果が発表されたのでちょっと驚いたんですけど、その数ヶ月後に80ミリシーベルトから30ミリシーベルトに下方修正されました。でそれがなぜ下方修正したのかというのがとても疑問だったので、弘前大学の常波先生に、まあ、ちょっとこの甲状腺の評価部会のことを聞きに行きつつ、常波論文についても聞いてねと思って、本当は卒業メインだったのでね、ずっと聞きたかったことを聞いたんですよ。なぜ80ミリシーベルから30ミリシーベルに下方修正したのか。それはその、その被験者が3月12日の被爆だと、放射性プルームに接触したのが3月12日だという計算をすると80ミリシーベルトになるけれども、3月15日に B 建て方向の北西方向への、放射性プルーム濃いものが来て、なので3月15日に被爆をしたと、初期被爆をしたという評価をすると、要素は半減期が8日というとても短くどん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 減っていくものなので、その12日から15日たった3日の補正で80ミリシーベルトから30ミリシーベルトに下がるんですという説明をされたんですね。ほう、なるほど。まあ常波先生がそう説明されることはリサーチ済みですと思いながら、じゃあその80ミリから30ミリに下がった方は行動記録を詳細に調べて3月12日のプルームには遭遇せず15日のプルームに初めて当たったんですかと聞くと、そこに関しては常波先生ははっきりおっしゃらないんですよ。でそれで浪江町と南
相馬の方々の測定だったので、じゃあその3月15日のプルームに初めて会ったとおっしゃる方はどちらの方なんですかと聞くと南相馬の方だったんですね。でも南相馬が、空間線量が一番初めに上がったのは3月12日なんです。なので南相馬の方であれば3月12日の放射性プルームに初めて会ったと評価してもいいんじゃないですかと重ねて聞くと、常滑先生は、ですね、3月12日に被爆した要素と3月15日に被爆した要素と分けて測定することはできないんですよ、そんなこと分かってますよみたいな感じなんですよね。何を言ってるんだろうね。でも、まあ、すごく端的に言いますと、なぜ常滑先生が当初発表した甲状腺の透過線量80ミリシーベルトのものから30ミリシーベルトに下方修正したのかという私の納得のいく回答は得られませんでした。ずっと、まあ、プルームに接触した日にちがとか当初はあまり情報がなかったからみたいなことをおっしゃるんですけど、12日が初プルームと思ってたら15日だとかおっしゃるんですけど、この時の説明おかしかったね。行動記録を詳細にとって何時何分どうこうっていうので初プルームが15日だったのか、そこまで詰めての話なのかと聞くと、それはお答えになれない、そうではないということでしたね。なので、まあ、でもそうですね、徳永先生も事故直後の測定についてとても空間線量が高かったから苦労したということをおっしゃっておられましたね。ですごく興味深かったんですけど、その方々を測ったのも本当にこう空間線量が高すぎると喉が高いかどうかってやっぱ測れないんですね、周りが高すぎると。でちょっとなんかこれはいい知恵にあったなと思って面白かったんですけど、常滑先生が探して何とか見つけたホテルにスナックがあって、カラオケができるスナックで防音がものすごくされているスナックだったんですね。なのでそのホテルどこも線量高かったんですけど、そのカラオケルームだけきちんと二重扉で防音のところだったから線量も低かったんですね。だからホテルのカラオケルームが測定にねちょうどよかったんですよっていうことをおっしゃっていて、あ、これはちょっとした豆知識だなと思ってね、これはびっくりしましたね。カラオケルームで測定したってことですね。で、何をしてすごいですか。あ、本当ですか。そうですか。マジで。どうぞ。どうですか。はい。多分止まらない。出てきます。こんだけね、甲状腺のことだけ話しする機会でそうそうないんです。すいませんね、皆さん。ちょっと前夜くさくるもうちょっと説明してとかあったらもう言ってくださいね。今日は前夜中の前夜だと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。長崎大の。長崎大学のバックグラウンドが高かったのではなく、長崎大学の先生が福島県立医科大に来て、福島県立医科大の保育園で測ったんですよ。その保育園のバックグラウンドが高かったんです。いや、よかったです、よかったです。もうガンガン聞いてください。ありがとうございます。で、それで、まあつまり甲状腺に関する問題は、その事故直後の線量評価が内部評価の実測値がほとんどないということで、その上、今の段階で数十倍増えているということに関して疫学者であったり、そして、現場の先生方がやはり南方向で少し気になると、まあ、福島県を超えても気になる傾向があるという全然違うアプローチから同じ答えを出しているということ、やはり南方向というのはさっきの事故直後の1080人の、被災者生活支援チームの調査でもあるんですけど、そのスピーディーとかその他諸々の実測値で南方向への放射性要素の濃度の高いプルームが流れてるってことはもう分かってるので、やはり南方向がとても気になるということですね。で、まあ、その1080人の調査でもイノキシンの陽性値が最高のマックスの値を出しているということで、その、まあ、これは津田先生がおっしゃってたんですけど、南方向への濃いプルームが通ったときはいわき市や福島県内では比較的朝の早い時間だったんですね。で、茨城県や、まあ、東京に流れてくるにつれてそのだんだん昼過ぎになっていくわけで、そして人口密度も高くなってきますし、
ちょっともう自分で行くわ。はい。ちょっと多分出てるから、すいません。あ、そうです。ありがとうございます。なので、その、やはり、発生率が低くても、人口密度が高く、そして、比較的外に出ている時間帯にブルームが流れてきた方が、患者数としては、ひょっとしたら出てくる発生する患者数としては、多いかもしれないということを津田先生おっしゃってましたね。はい、で、まあ、それで本当にこう、各地の、まあ、今年、まあ、今すごく取材しているのが、福島県以外の自治体で、どこが、甲状腺調査をしていて、どういう結果を出しているのかというのを、ずっと今いろいろ調べてるんですね。で、やっぱり茨城県が一番自治体で検査をしているところが多いです。で、ちょっとこれは北茨城市ですね。今年の市議会にも取材に行ってきたんですけど、北茨城市の検査が一番福島県に近い枠組みで、まあそれぞれやり方が違うんですけれども、茨城県で無料検査をしているのは北茨城市と東海村と高萩市と大市町ですね。で、甲状腺検査の助成をしているのは、まあその全員 の全員じゃない、無料検査じゃないんですけど、甲状腺検査をするんであれば3000円もしくは5000円助成をしますよという形にしているのが、5つありまして、霞ヶ浦市とつくば市と牛久市と常総市、そして龍ヶ崎市の5つですね。で、まあ本当に茨城県が最も多くて、あと、ちなみに千葉県では松戸市と柏市が助成をしていて、で、栃木県は日光市と那須町ですね。で、宮城県の丸森町では無料検査をしていました。今年最近に、情報公開結果を出してきたところ、北茨城市や松戸市や柏市に取材をしたんですけれども、まあその、まあ、結果から言いますと、まあ、北茨城市は本当に一番大きな検査をしていて、2011年3月11日に北茨城市にいた18歳以下すべての北茨城市市民に無料検査をしてるんですね。その上、福島県と同じようにその甲状腺検査を無料にするから受けるようにという通知も全員に出します。そういう大掛かりな検査をしているのは北茨城市のみですね。で、市議会も取材に行ったんですけれども、1巡目の検査を、まあ、終わってとりあえず取りまとめを出したんですけれども、2年後にもう一度2巡目の検査をするということを市長は明言をしています。で、まあ、その 2巡目の時も市長が任期中ですので、で、まあ、議会の方でもそれに異論はないということで、北茨城市はその全員に対する無料の検査を2巡目もするということまで決まっています。まあそういう自治体は、まあ、私が調べた限り北茨城市だけだと思いますね。で、まあ、その方が助成をしているところもあるんですけれども、松戸市とか柏市もこの間ねデータを出してきて、で、取材をしていて一番の問題だなと思ったんですけど、あ、それ何かあった、そう、道田さんが配ってくださったデータで、甲状腺検査の判定の枠組みですね、ちょっと探してみて、 A1、A2、BC、 ちょっと待って、私デイズのやつに入ってる、うん、入ってると思う、ちょっと探してみますか、わかんないけど、それ枠組みを書いてない人、ちょっと書いてると思ったんだけどな、何か、はい、まあ簡単に言いますとですね、甲状腺検査のあれです、あ、なんかね、その A1 が何か A2 が何かっていう、あ、そうですね、そうですね、それですか、多分なんかエヴァーからパワーポモードで出てみて、ありがとうございます。
A2BC 判定という枠組み、これは2011年に初めてできたものなんですね。甲状腺の検査をするにあたってどういうふうな枠組みを作っていくか、どういうふうな診断基準を作るかを2011年に議論があって決めたんです。これ私2011年の検討委員会で当時取材をしていて、この診断基準を作る別の委員会が、非公開の委員会が立ち上がっていました。で、なのでそれを知らない人が各自治体にの、担当の方に多いんですね。この A1、A2、BC というのは、甲状腺外科学会とか日本の診療ガイドラインにもともとあったものではなく、2011年の原発事故の後、福島県の子ども38万人に検査をしていくためにどういうふうに分けていくかという議論の時に作られた枠組みなんです。福島の38万人の子どもたちに作られたものなんです。なのでこの A1、A2、BC を他の地域の地方自治体が使っているというのは、そしてそのこの B 判定、C 判定が福島県の A1、A2、BC 判定と異なる自治体がまあいくつかあるんですね。なので他の自治体が A1、A2、BC という測定結果を出してきたとしても単純に比較は全然できない状況になっているんです。で、ここのですね、ちょっと一瞬お待ちください。このあれなんだけどね、福島県の検査の枠組みが、細かい枠組みがですね、まあ大体その2011年のこの枠組みを作る時の肝がこの A2 と B 判定、ここのラインをどうするかだったんですね。結節5ミリ以下、濃厚20ミリ以下、結節 5.1 ミリ以上、濃厚 20.1 ミリ以上、ここのラインで区切っていいかどうかというのが、その甲状腺の専門医たちの議論でした。で、まあ、4ミリ、3ミリのいわゆる微小がんと言われるものは A2 判定になってしまいますので、まあ、それでも問題があるものは怪しいものはやっぱり B にするというのもあるんですけど、この5ミリという結節5ミリというラインはちょっと微小がんだった場合どうするのというような議論があったんです。でも福島県の検査だと、20歳以下は次の検査は2年ごと、20歳を過ぎたら5年ごとなので、 A1、A2 判定になったとしても経過観察は続くんですよ。次 A1、A2 になったとしても2年後もしくは5年後にずっとエコー検査をしていくということなので、そういう2年ごとに見るという前段のもと5ミリ以下、20ミリ以下というラインが決まったんですね。なのでこの福島県のこの枠組みを他の地方自治体がたまたま1回だけ検査をするときに使うと、経過観察、福島県ではここは経過観察に当たるんですけど、経過観察をひょっとしたら必要な人がいるかもしれないのに、一回こっきりの検査で経過観察必要なしになってしまう、異常なしになってしまうという、まあ、福島県の検査 A1、A2、BC の枠組みを他の自治体が使っているということで、そういう問題が出てきます。実際いくつかの自治体の、保健所であったり、健康増進課の担当の方と話したんですけど、この A1、A2、BC の枠組みが2011年に福島県で作ったっていうことをご存知ですかって今日も聞いたんですけど、知りませんでしたって言われました。お医者様方に任せていて知りませんでしたか、子どもの甲状腺のガイドラインかと思っていましたというふうに答えた方もおられます。なので各自治体の検査はとてもありがたいですし、どんどんやっていっていただきたいんですけど、でも独自でやっているということで、そういうその検査をしても割とこう比較するデータに全然なってきてないっていう現状もあるんですね。で、その各自治体で検査をしている場合、大概一律病院の小児科の内分泌科の先生が見ることになってるんですけど、とてもこうなんて言うんでしょうね、嫌がっていて、
そんな検査、とても責任を持って見られない、あの子どもの大量の甲状腺超音波以降なんてっていうふうに一旦断られるけれども、これは匿名でねって言われて、まあ、どこの資格は言いませんけど、なので、サイズを見ることだけはぐらいだったらできるから、とりあえず、結節5ミリ以下、嚢胞20ミリ以下、ここのラインを振り分けるということを、そういう一次スクリーニング的なものだけで、怪しいことは全部専門医に回すという形の自治体もあるんですね。なので、怪しいものは専門医に回すというのが C 判定になっていて、なので福島県の検査より、柏市であったり、他の自治体、松戸市であったりというのは、人数に対して C 判定の割合がで、あの多めに出がちなんです。福島県ではちなみに、まあ、それもちょっとなんか問題あるなと思うんですけど、137人の悪性内耳、悪性疑いが出てるんですけど、今のところ C 判定は1人しか出てないんですね。なのに他の自治体にはもう C 判定が6人とか結構あのたくさん出てる自治体もいるので、なぜそういうことになっているのかというと、あの枠組みをそのまま使ってない、考え方が違うから、とりあえずあの自分はあんまり詳しくないから専門医に見てあのお願いっていうのを全部 C 判定になってるっていうのがあの問題点の一つでもありますよね。はい。で、それですね、皆さん。それまではね、はい、検査の概要みたいな指針っていうものがなかった。この上に関するものはありません。なかったんです。じゃあ、それができて、はい、全国にこういうことでやりましょうって言って、全国に知らせたの。いや、それもないんです。だから、その、他の時、例えば東京でもそうですけど、東京で普通にこう、この行動者見てもらって、こういう枠組みの診断はされません。本当に福島の検査のみの、あの枠組みなんで、その例えば教科書であったり、まあ、その2011年以降もたくさん出てる診療ガイドライン、いくつか出てる診療ガイドラインも別に盛り込まれておりません。これは本当に福島県の38万人の子どもの検査をするときに作られたもので、そのほか流用するっていうのを考えではなかったんです。でも流用されてる、流用されてるんです。で、それで流用しているところが2011年に作られたものだということを理解せず使っている場合もあるんです。で、この間ですね、先週末に甲状腺学会があったんですね。で、写真もダメですし、撮ってもダメですし、録音もダメなので、あの必死で書き取るしかなかったんですけどね。そこで、そうだ、私その検討委員会と甲状腺評価部会で数十倍のオーダーで多いということが出てから、そのもともと潜在的にいたもの、あの子供の甲状腺がいたんですよとずっと説明し続けていた、初代の検討委員会の座長山下俊一先生に、あの今年検討委員会が出した、評価部会、甲状腺評価部会の取りまとめどう思いますかっていうのを一度聞きたかったんですよね。数十倍のオーダーで多いスクリーニング効果ではないというものが検討委員会の評価部会で出てますよっていうので、今年の8月末に福島市で、学術会議のシンポジウムがあって、そこに山下先生が出られるというのでブワー走っていって、山下先生って言って結果いいですよね、はい、で、そうして言うと、なんか山下先生にあの甲状腺検査のことについて少しお伺いしたいんですけどって言って、あっ、おしどり箱ノブネットノブネットって言われてダッシュで逃げられるみたいね。なんかちょっとびっくりしましたね。ノーコメントで全然コメントも取れませんでしたね。まあその学術会議もびっくりしたけどね、びっくりの内容でしたけど。で、それでその甲状腺学会ではどういうことをおっしゃられるのかというのをとても興味があって、それでその山下俊一先生の最後のスライドのまとめの中からすごく、書き取ったものがちょっと象徴的だったんですけど、そのマススクリーニングとがん登録の違い、もしくは放射線生物学と疫学のギャップを埋める部分とか、まあ簡単に言うと、山下俊一先生や県立医科大の鈴木伸一先生は今でもスクリーニング効果で子どもの甲状腺がんが増えているんだということをおっしゃってました。で、それでまあその放射線生物学と疫学のギャップを埋める努力という、この山下俊一先生のスライドとここのお話は、
まあ、今年出てきた数十倍のオーダーが多いという疫学者たちの検討を、なんていうんでしょうね、否定するような、形での内容のお話でした。疫学、その、学登録とスクリーニングは違うんだという話とか。なので、まだ今でも学会の方ではスクリーニングで多いということが話し合われてますね。ということをすぐ私、その山下先生の話を聞きながら、岡山大学の津田先生にメールで、まだ言ってましたって送っちゃいますけどね、まだスクリーニングって言ってましたわって送りました。で、あ、そうだ、あと、まあ、今年の学会で、ちょっとこう、会場が違ってたんで、私とケンちゃんと分かれていたんで、私が話を聞いていた方には出てきてなかったんですけれども、県立医科大の方で患者の会を立ち上げるという発表がありました。患者さんの対話の機会を設けることを目的ということで、小児甲状腺がんの患者会を立ち上げるということが、出されてました。で、まあ、そのことについて、まあ、県立医科大にちょっといろいろ話を聞いてるんですけど、まだその結果は出てきてない、回答は出てきてないという形ですね。で、あと、そうですね、その、まあ、甲状腺の話から少しそれるんですけど、学会で海洋生物の国立環境研究所の堀口俊博先生とおっしゃる方が発表されていて、甲状腺学会で海洋生物で発表、なんだろうとか思ったんですけど、まあ、その国立環境研究所の国家圏 の堀口先生は、とてもこう素晴らしい興味深い方で、2013年に原子力規制庁の海洋モニタリング検討会というのがありまして、通称海モニっていうんですけど、そこに堀口先生は委員で来てらして、当時その取材をしてた時に、とてもいろいろ話を聞いてくださって、当時その、東京電力が原子炉周辺電力にどれだけヒドラジンとあと放酸という化学物質を入れたのか総量を発表してなかったんですね。で、ヒドラジンや放酸など、まあ、その他いろいろ化学物質も放射性物質と同様とても発がん性の高いものなので、それが海に垂れ流しになっているということ で総量をどれだけ入れたのか出てこないというのはとても問題なので、この海森という検討会で堀口先生に、東京電力がどれだけ放酸入れたかヒドラチン使ったか追求してもらえませんかっていうことをお願いしたんですね。そうすると堀口先生がとても聞いてくださって、規制庁や東京電力突っ込んでもう毎回毎回聞いてくださって、で結局全5回で終わったんですけど、分かったことは2011年、事故発生当時は、とても混乱していたので放酸をどれだけ入れたか分かりませんっていうことが出てきました。で、それはさすがに森口先生もおかしいだろうと、何かしらこう、どこにどれだけあったのかとかメモとか購入量とか保管量とかすらないのかっていうと、あ、津波で流されたものもあり混乱の中どこにどれだけ入れたのか分かりませんということで、結局放酸がどれだけ2011年投入されたかっていうのは出てこなかったんですよね。驚きました。で、まあ、その堀口先生が甲状腺学会で発表されることっていうのはどういうことなんだろうかと思って、それが興味深かったですね。ケンちゃんがね聞いてくれたんですけど、イブリシという会の調査に関してなんですね。で、簡単に言いますと、原発を中心にした、広野町から双葉町全部を含む30キロのあたりでイボニシという貝がほとんど観察されないことが分かったということだったんです。で、宮城県や岩手県もしくは福島県の北部の地点と比べると、まあ 1F を含むその30キロのあたりで全く見られないんですけど、その他はその、年月が経つにつれて一旦津波でなくなったけれど、最初は津波でなくなっていなかったんじゃないかって言われてたそうなんですけど、やっぱりその原発の周辺で30キロ以外の地域はどんどんイボニシが戻ってきたそうです。で、今でもね、そうで、それで、堀口先生は、有機スズ汚染の関連でイボニシの全国調査を25年続けてらして、とてもイボニシ見つけるのが上手なんですよね。はい、ここにいるみたいな、もうイボニシのもうすごいめっちゃ見つける人なんですけど、で、それで、まあ、25年イボニシの全国調査をしていたけれども、その30キロの範囲でイボニシがほぼ全く採集されなかった経験は皆無であると
ということで、そういう発表をされておられました。まあ、これが原因が何なのかというのは分からないんですけれども、海洋生物の明らかな減少が見られるという報告をされておられましたね。で、まあ、その堀口先生、まあ、本当に限らず、その海洋生物とか、三好市とか農林水産系の学会では原発事故の影響で海洋生物なり、牛なり鳥なり何らか影響があるということがすでに発表されていて、学会ではそういう論調なんだけれども、なんかその甲状腺学会に来られていて、人間の学会だけは絶対に影響がないって今でも言ってるねっていうことをおっしゃってましたね。これだけ他の学会が違うこと言ってるのにねみたいな、他の生き物も違うのにねみたいなことを堀口先生がおっしゃってましたね。それが甲状腺学会では一番印象に残りました。で、本当にこう20ミリシーベルト撤回訴訟のね、はい、問題で本当に思うんですけど、20ミリシーベルトをね、原発事故の後受け入れるっていうのは特定避難場所地点とか原発事故が起こった汚染地域の問題じゃなくて、本当うちらに関わることで、そうですよね、どんどんもう全国どこでも20ミリぐらい当たり前になりますよみたいな話だと思うんですよ。で、その放射性廃棄物の特措法の取材をしていて、今年、特措法の取りまとめが一旦夏に出て、その時に驚いたんですけど、出してもらえますか。うん、放射性廃棄物を調べていて、その特措法ができる時の議論をずっと、すいませんね、だって申し訳ない、調べたんですけどね、その、8000ベクレルパーキロを、まあ、国が責任を持って助成するというそのラインを決めた時のね、どこだったかな、放射線審議会だったかな、そこで話し合ってたよね。で、それで、その法律ができた時に数年後に施工状況を検討するということがもともと2012年に法律ができた時に決まっていて、それでその施工状況検討会が立ち上がって取りまとめが9月に出たんですけど、私が取りまとめを取材してびっくりしたのは、突然というか、まあ、今になって放射性廃棄物の再生利用っていうことが今年から言われ始めたんですね。なんか取材して、放射性廃棄物の再生利用って一度でも利用したことがあったのみたいな、本当びっくりして、で、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分に向けて除去土壌との原用化、今までは原用化だけでした、しかし今年から再生利用ということが原用化再生利用とセットで入ってきました。できるだけ早い段階から取り組むことが重要であると。で、まあ、原用化再生利用に関する技術開発および必要な環境整備を進めるとともに、情報の発信やモデル的な再生利用の取り組みを通じ安全安心を確保しつつ全国民的な理解の醸成を図っていく必要があると。なので、なんか次の製品って出して、ね、で、特に除去土壌等の再生利用を推進していくためには公共事業等での活用が重要であり、関係省庁自治体と連携して進めていく必要があるということが出されたんですね。放射性廃棄物の再生利用、せっかくその除去したものをまた使うみたいな話になってきていて、それで今年の7月にまだ1回しかないんですけど、中間貯蔵除去土壌等の原用再生利用技術開発戦略検討会というのが始まりました。で、再生利用に関する技術的課題について、もう本当に議論が始まったところでまだ2回はないんですけど、でね、まあ本当議論の途中なんですけど、利用先の用途として、まあ、道路用とか河川とか鉄道も空港もあるんですけど、公園緑地造成宅地造成にも利用先の用途として入ってるんですね。で、それをまあどこに何をどうやって使うか議論が始まったところなんですけど、じゃあどのレベルのものなのっていうこともまだ議論の途中で、4300ベクレルパーキロとか3000ベクレルパーキロとか、上に上層に30センチの遮蔽をして3000ベクレルパーキロ、40センチの遮蔽で1万ベクレルパーキロの再生資材っていう話になっていて、8000ベクレルパーキロのは集めてきて原用化して、それを薄めて全国に使うっていうことが今年から話し合われています。なので、そのチェルノブイリでもこんなことしてたっけと思って今
同時に調べ始めてるんですけど、その放射性廃棄物の再生利用というのは今後本当に注目しないといけない議論でどう広がっていくかっていうのは重要だと思います。なのでそれはその、原発事故があってもなくてもどれくらいの線量を私たち国民が強いられるかっていうことにつながっていくと思っていて、でそれがその一部の地域では年20ミリってなるともう本当になし崩し的にどん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 高い線量を全国民が強いられる状況になっていくんだと思います。なのでこの再生利用の話は本当にびっくりするよね本当に8000ベクレルのものを集めて3000ベクレル、そんなそうそう変わらないんじゃないのっていうのが、ね、踊ります。何ですか。そうそう、地下でどうなるか分からないよ、ね、どうなるか分からないよ、今後どうなるか分からないよ、そこに通った水がどうなるかとか ね、そこが崩れたらどうなるかとかね、本当に全然分からない話だと思いますよ。こんな、放射性廃棄物の再生利用というのは今までやったことがない話だと思うので、とてもこれも問題だなと思います。はい、そうですね、もうはい、もう思い残すこともそうそうなくなってますあ、でもなんかちょっと文字だけいいですか。はい、でお疲れですよね。いや、そうか。でもね、原子力規制庁がずっと取材をしてて、ほんとこう、なんていうんでしょうね、規制してないじゃんみたいになってて、ダメなんですよね。ダメだわ、力なくなってきたわみたいに。もう2013年の安倍政権じゃない、自民党が衆院と参院で第一党になってから、本当に雰囲気が変わって、東京電力も原子力規制庁も。で、原子力規制庁って民主政権の時にできたので、すごいね、目の敵にされてたんですよ。だから、規制庁を潰すか人事を入れ替えるってなって、2013年の後半に本当に経産省とか資源エネルギー省とか規制庁の人事が入れ替わって、本当に中の人が変わってからダメになってきたんですよね。でも、なんかそれでもちょっと最近面白かったのが、文殊が今、ダメだダメだってこうね、なんか怒られてますけど、11月1日に出てきた、それ文殊 JAEA の偉い人を呼び出して、ちょっとなんかお前ちゃんとしろよっていうのを資料を出したんですけど、それがひどすぎて面白かったですね。6番目ぐらいのまとめを出してください。なんかなんでダメだったのか、こういう理由でダメだったんすっていうのが出てきたんですけど、11月2日のあ、次だな、その6のね、2つ目ぐらいなの、うん、その次、あ、そうそうそう、これね、潜在する根本的な課題とその対策とかいろいろ出してくるんですけど、これ約束したことが実行できていないとか、同じようなミスを繰り返すとか、指示待ち体質とか、なんかね、発電炉に対する経験不足で、そもそも全然ダメなんじゃないかっていう、うわー、よく文殊の反省点にこれ出してきたなっていう、聞いてて、読み上げるのを聞いてるときに、みたいな感じですよね。これ約束したことが実行できていない、そもそもなんかダメな人間って感じですよね。あ、そうそう、PDCA の人ね、そのプラン、ドゥ、チェック、アクトのね、この PDCA、マウスサイクルが CA を全くやってないとかって書いてるところもありましたね。あ、いいよいいよ、さっきの声で、まあそれの一番最後のまとめが、それもなんかびっくりするので、その次、ここか、それにまとめとしてね、長年染みついた悪さ心を返すなんですよすごいな、こんな文章初めて見た、まあ、これ文字怒られるわっていう状況になってます。これがちょっと11月2日出てきた資料で、すごい読んでて面白かったんで、ちょっとこれだけご紹介しました。すいません、長々と、とりあえず一旦終わります。はい、ありがとうございました。